が、私の話は台所にも防火の話に聞いてください。あるところに本に働かねえ親父がいたんだと、お母様がほとほと嫌になって荷物まとめて、あ、お暇くてくなんしょって言って出てっちまったんだと。親父さん、ガンガン見られっぺし、食うものはねえべし、売るものはねえべし、ああここにいてもしょうがねえとこさが出てんかって独り言言ってたと。そして外に出てみたら、庭でトン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 わらぶず男がいたんだと。派手なと思ってみたら、あのはまあひげはもじゃもじゃ、頭はわさわさ、顔がどこにあるかわかんねぐれえな男がいたんだと。どうして着るものはボロボロベガベガ、いや男の親父様が「にしゃなんじゃ」こう言ったら、俺がよ、俺はここにずっとおめえと一緒にいる貧乏神だ、そう言った。おらな、ここは大好きなんだ。いやいや、汚ねえ、かださねえべし、うちはだじゃくで、汚ねえとこさ住むのが、俺は大好きなんだ。働くのが大っ嫌いなんだ。だから、ここに住みよくっていたんだけんじょ、なんか、親父さんどこさか犬って言ったから、俺は、おいでがっちゃら大変だと思って、あとくっついてくると思って、わらぶって、わらじつぶって、わらじ履いて、あと追いかけていくけど思ったんだ。そしたら、親父さん、この野郎、二社に嫁がっちゃら、俺、一代台無しだって言って、夜も昼もねえく稼いだんだと。そしたらいつの間にか村一番の金持ちになっちまったんだ。そしたら今度貧乏神もいなくなっちまった。働きに追いつく貧乏なしっていうことなし、大一つ最後